にちは。こんにちは。こんにちは。さあ今回、はい、プロ野球スピリッツエース、今までまあ湯田さん初めて、はい、バッティングやってみたいなのあったじゃないですか。中取り的なね。まだ勝ってない。引き分けの。そこは頑張ってください。そこは対戦待ってる人だから。ああ、そうですね。はい、やっぱ対戦するにはやっぱいい子の選手をやっぱいっぱい手に入れる。いるいる。はい。このガチャを今日はやっていこうじゃないかと。はい。まあ、ゆたかさんが出たやつあったじゃないですか。あれをやって。評価が低かったやつ。評価が低かった。はい。で、また今回新しくタイムスリップセレクションっていう。はい。昔っていうか、OB 選手の方々と、全盛期の方々。誰がいるが、また新しく出ましたので、ちょっと見ていきたいと思います。はい。はい、まあ、こういう感じになってますね。まあ、ジャイアンツは、久保投手と、はい。で、三浦大輔投手。浜野番長。はい。で、横浜と、中日時代の福留選手ね。福留選手。全盛期じゃん。それはいるな。全盛期じゃん、これ。これはやばいっす。能力もいいっす。3番の時。はい。はい、あと中島選手ですね、西武ライオンズは。時代いるな、はい、長谷川選手、はい、ね、天才的だからね、と田中健介選手、はい、と、赤堀選手、はい、ね、あと小野選手、小野三選手、はい、マリンズさんと、岩隈投手ですね、楽天陣内欲しいね、めちゃくちゃいいっすねとか、栗原選手、広島と、バレンティン選手が現役でもありますけど、はい、まあ、この中からせっかくやるなら狙い決めたいなと、はい、そのどうすか、誰を狙うかっていうのやっていきたいじゃないですか。やっぱりもう後輩、ここはやっぱり後輩、横浜のいらない、え、いらないっていうのがやりましょう。なんでなんでなんで、いらないっていうのが、これ評価どうなってるの。いやいや、でもいいっすよ。何、9位73の B、 制球81の A、 スタミナ81、 A 先発エース81のね、スタミナなかったけどね。まあ、ゲームなんてね。なんで変化球もいろいろありまして、リズムとカット。これはですね、ちなみに、2005年の成績ですね、32歳の時の。28試合に先発して10完投、うん、チームトップの12勝を挙げ、最優秀防御率、最多奪三振の2冠を獲得、うん、エースとして存在感を示したっていう、素晴らしい記録の。キャリアハイだよね。キャリアハイですね、はい、そうですね、12勝9敗ですね、この時は。でも10勝したのがあんまりなかったでしょ、うん、いやいや、はい、そういうわけじゃなくて、はい、まあ細く長くだよね。まあそうですね、そういうタイプの選手だよね、うん、はい。じゃあ三浦選手でいいですか、狙いは。いらない。いや、他にいるでしょ。他、さっきざっと見て、はい、岩隈投手。やっぱ岩隈が欲しいよね。そりゃ岩隈はね、やっぱり球が生きてたから。いやもうとんでもないです、ね。いや、ちょっと、はい、あれは何評価は。この時は2008年。違う、はいはい、その能力は、9位78の B、制球83の A、スタミナ80の A、B、A、A というふうになってますね。はい、でしょう。まあ、だからこれも、あれですね。伸びしろですよね。能力とか、伸びしろのパターン。上げていくということなんですね。でも、いい能力、素晴らしい能力ですけどね。すごいでしょ、だって。これも2000だから、8年の27歳の時の。11年前ですね。何、いくつやってる。21勝4敗っす。お前、それでお前、B つくわ。俺はもう、でも、やば、えげつないです、防御率は21勝でしょ、1.87。いや、それでお前、何、能力、とんでもない、これ、とんでもないですよ、最初、B のやつは何だっけ、まあ、9位です。いや、9位やったろ、お前、まあ、9位、78の B なんで、まあ、A よりの、俺の B と一緒だよ、B より、A よりの B です、だから、はい。この中で言えばよ、はい、三浦を取るよりは岩隈を取った方がいいでしょ。まあ、あ、そうですね、はい、まあ同じアテネに一緒に行ってんだけど、ね、ああそうですね、三浦も一緒に行って、はい、三浦嬉しいんだよ、はい、銅メダル俺らかけてもらえないで、はい、三浦があれして、はい、帰ってきたら板橋さん一緒に写真撮りましょうよって言って、はい、記念に行って銅メダルかけてくれて、はい、一緒に撮ったの。おお、嬉しかったよ。三浦の心遣い。うわー、だけどそういうことができるんだ。だけどカードは、いや、そこはシビアっすもんね。いやいやいや、
それはやっぱ勝たないといけない。まあまあそうですね。三浦と、はい、三浦もまあ後輩だから、はい、それは取りたいよ、はい、でもこの成績見てみろ、お前21勝だぞ、すごいっすね。とんでもない成績そうでしょ、はい、だから岩隈、じゃあ岩隈さん狙いで、投手狙いでどうやったらいい、ちょっとこの10連スカウトっていう、もう一気に 10枚10枚というか10回引けるやつがあるんですよ。ちょっと押さして、これを豊川さんにやっぱやっていただきたいなと思いまして、はい、ポーンって押していいんです、これ250個で10連スカウトできると。はい、もう行きますか、早速行きましょうか。これ見ましょう、ちょっとこれ順番に行くんだよ、一人一人行きましょう。これ確定演出とかあるんですよ、なんで S が出たら、なるほど、その分かりやすく、もう行きます、豊川さん押してください。おまあまあまあ、すごい球だ。今のところ全部普通ですね、これは。ああでもまあまあまあ、はい、あこれまず1人目野田翔吾 B の、はい、これ1個ずつ押してったら2人目いくんで、はい、井野選手が、おああ久保優吾 A の久保投手ですね、で、B のボルシンガー、ボルシンガー、ボルシンガーいいじゃん。で、S ランクがやっぱ欲しいんで、やっぱあーはい、なかなかあー誰杉本さん、杉本さん、はい、そうそうそう、魅力あるね、はい、7枚目あ8枚目で、9枚目で、次がラストなんでここで、なんとか行きましょう、お願いします、岩隈投手、おい、来たー、あー平野選手、これもう10連チャンできるんだよ、あと650エナジーありますね、え、これいいんすか、もうやってるよ、ね、2回できますよ、あと行きましょう、もう出るまで行きましょう、行きましょう、行きましょう、もう当てましょう、2回目の、おっおっ、なんか、なんか、ちょっと、いい感じに光り方と違う、そうですよね、あ、これ S 来ますわ、マジで、はい、これ、もうこれ、はい、S 来ました、はい、S 絶対来ます、お前、なんか、パチンコの確変、はい、確変、あ、確定なんていうの、藤岡、藤岡選手、おー、ロブス、はい、ロブスも B なんだ、 B、 S がやっぱり、来た、来た、はい、あー周平選手ね、オリックス、あーこれは多分 TS 関係ないやつかもしれないですね、いやーまあまあ惜しい、岩隈来たじゃん、 B なんで、 B なんだよ、 S が欲しいんで、 S が欲しいんですよ、能力値が違う、はい、岩隈投手の S が欲しいんですよ、俺はちなみに来ないのか、ここに来ないっす、なんで来ない、当分来ないっす、なんで来ない、いや、噛みついたからですか、噛みついたら出れなくなるシステムの可能性あるんで、本当にいや、分かんないです、これは次回まだあるんで、そうですよ、6枚目、はい、なにこれ、S って、 B ばっかりじゃない、 S ランクがやっぱ一番いいんすよ、次が10枚目っすね、10人目、あー、まあまあまあ、 A の宮崎、まあでも、いやいや、すごいっすよ、1枚出ました、S が、はい、出た、誰、さっき、いや、さっき出ましたよ、はい、福田選手でしたっけ、福田選手、はい、あー、はい、これ何、宮崎の A っていうのはダメなの、いやいや、いいっすけど、S がやっぱり一番いいっす、おー、キャキャキャ、いいっすよ、やっぱり、リズム大事、大事っすから、あーもう、あーもう、いっぱい、いろいろ出てる、あーもう、もういっぱい、ほんとに、もう、もう、5枚ぐらい出んじゃないっすか、S、 じゃあ来たー、行きましょう、カクラが、カクラ選手、カクラがいいですね、カクラがちゃん元気、はい、いや2枚目そうサービス投手、あ、柳選手ね、4、メヒア選手、田中健介、いやいやいや、お前確定つったよな、いや絶対来ます、最悪絶対10人目に絶対来るんで、1人は絶対来るんで、岩隈選手かは分かんないですよ、これ次が S が絶対出ます、絶対来るんだな、絶対、いやもうこれは絶対来るんで、誰が来るか分かんないです、いやそれは分かんない、ここはもうラストなんで、ここはもう絶対当てましょう、俺の運では岩隈が来るよ、おお、いやそれはもう十分なんです、いやそれか、はい、三浦が来てくれる、なるほど、どっちかが、いきましょう、お願いします、
はっぱい。バレンティン。